痛いんですけどね。熱。痛い。痛い。こっちの方が痛いかも。これは痛い。はあ。あ、痛い。なんか11月の予定とかありますか？イベントとか。そうですね。気持ち大事そうだ。リラクヤが DVD 出すんですけど。はい、あ、どんな内容にするかも、はい、構成は決めてるんですか？そうですね、まあ、アイディアは出てまして、はい、トーク戦は入れますね、うんうん、トーク戦動画、あのトーク戦の様子も撮りますね、はい、起業したい女の人向けをコンセプトにしようかなと、まあ、もちろんあの、うんまあ、リラクヤを気に入ってくださってる方とか、はい、にはいいんですけど、うん、割とやっぱこういう仕事のハウツーものって男性が出してるやつが多くて、あ、そうなんです。そうなんですね。女の人がなかなかこう、まあ、男の人と同じようにはできないよっていうところもあったりする。私は背が小さいからとか力がの理由になんか男性にやるのは難しいんじゃないかとかなってる女性も、うん、女性セラピストさん多いんで、うんまあ、割とあの体が小さくても私みたいにこう、ね、あの子持ちのシングルマザーでも自分の、ね、自由に仕事をしてまあまあ成功するということも可能ですよという、うん、あはい、いいですね。そうなんですね、成功者から。そうですね、成功者とかいうのはちょっとまあまだおがましいようですけれども、まあまあ今、うん、あの以前に比べるとすごく生活はあの、うん、安定しましたので、いろいろと、いいですね、はい、まあ、役に立つとかこう、うん、なんですかね、勇気づけるみたいな内容にできればなと思っておりますね、うん、いいですね。気持ちそうでもないですか？あ、痛いとこですけど。あ、痛い、気持ちいいかも。うん。なんで左右で違うんだろう？そうですね。やっぱりその手の使い方ですとか違いますからね。左手の方が、うん、右利きの方でしたら、うん、左手の方がこうやっぱり使わないので、うん、凝りは多くなってたりしますね。ああ。うん、使いすぎても疲れるし、うん、なんか使い方が偏るというか、うんうん、あの補助的な動作だけをしてるっていうのも動きが小さいっていうのも良くないってなりますね。そっか、うん、こっち大丈夫ですか？あ、はい、全然違いますね力違うんじゃないかっていうのが同じですよ、同じですよ。本当に、はい、はい、本当に本当に。なんでこっちこんなとこ、しっかり同じですよさっきこっちやられた時違ってて、ね、なんか見ちゃいました爪まで血が出してるみたいな血が出たんじゃないかと思いましたそれレベルに痛かったです。そうですか、うん、全然右手痛がらないですね。あ、うん、気持ちいい。こんなもんですよ、ほんと。さっき左手異常に痛がってました。そうですね。爪割れてないから。
ちょっとやってみます、もう一回。あ、痛い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 。同じです、同じです。これとこれ同じ。なんだろう、なんかえらい違いますね。怖いですね、なんか。なんあ、でもやっぱそっちの腕の方が肘の曲がり具合とか強いんですよね。だからそうですね。危険人みたいな。やっぱちょっと負担が大きいというか、流れが悪くなってるのはそっちの方があるかと思いますね。こんな違うんですね。違うんですね。モモハさん結構左右差ありますからね。あ、うん、こうだってこう普通にパッと置いてもなんかこっち側の方が肘の、はい、あ 手首とか肘の曲がり方がまっすぐに ならないですよね。こうパッと開いちゃうじゃないですか。こっちは別にこれで、はい、これ以上ないですけど、はい、できないですよね。そうですとか、やっぱりこちら側の方が癖が強い、ね、なんかそういう演出したかのような縛りがかかったらなんか、ね、差が大きいですね。うんうん、こっち先にやってよかったな、こっち気持ちいいっつって言うなって最後にこっちやったらちょあれなのかな。偏った、うん、使い方をしているせいなんでしょうかね。うん、あ、じゃあ、血管切れないです、切れないです。これも痛そうだな。このぐらいですかね。伸びてますか。伸びてます。これ平気ですよね。これは平気。さっきのあれですよ、同じですよ。さっきあの変な方向に曲げてないですかって言ったやつですよ。気持ちいい。はい。そうそうそう。すごい。態度の差が。これは伸びてますか。はい、うん、あ、じゃあお顔反対見ててください。大丈夫です。気づいですかね。大丈夫ですか。真上向いてください。伸びてますか。伸びてます。でも髪の毛も全部伸びたんですね。そうなんですよ。こうやって結んでいるってことは、はい、髪の毛伸びるの早いですよね。早いですね、はい、うん、1ヶ月に2センチ伸びてるそうです。あ、早い早い。普通1センチですもんね、はい、そうなんですね。倍速だ、はい。じゃあいいっすね、髪の毛失敗しても、うん、まあまたすぐ治るわみたいな。そうなんですよね、うん、はい、ちょっと脇を伸ばしますね、はい、あ、すげー。大丈夫ですか。はい、肩甲骨の位置が、うんうん、上の方に寄っちゃってるので痛いんですよ、うん、そう。比較的やっぱり右手は痛くなかったですよね。報告ですね。これもそんな痛くないですか。
してあげるほどではないですね。骨折れるとか言ってましたよね。脱臼するとか。あ、言ってた、そういえば。言ってましたよ。脱臼しそうですか？全然気持ちいい。そうなんですよ。左右差が最低ですね。終わりながら。さっきあんな文句言ってたの。なんか言ってたことも忘れるぐらい気持ちよかったです。ればね、このぐらいなんですよ。そんなに痛くもないし、結構なんなら気持ちいい感じで。あ、そんな、それだけ違うんですね、うん、本当に。違うんですよ。脱臼とか骨折ぐらいこっちは痛いってことですもんね。痛い痛い。そうだって爪割れたんじゃないかと思ってだけやばいですね。そうですね。そう、でも意外と普段はそんな思わないじゃないですか、そこまで左右差があるなんて。いや、うん、本当知らなかったです、うんうん。これだってあれですよ、なんだそれはって言ってたんですよ。あそんなないですよね。あ、うん、すごい、やっぱね、体が歪みが大きいってことですね。また来てください。そうですね。そう、定期的に癒やしていただいて差を埋めていきましょう。はい、なんか近所の安いマッサージ屋となんか腕が全然なんか適当なんですよ。なんか適当にやってられてる。そうそうそう、はいはい、時間短いしみたいな。あ、そんななんか左右の痛みの違いとかまず痛くもないし、なんか手もみみたいな。それダメですよ、それそれやばい。まあ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 、でも個人の感想ですからね。そうですね、そうですね。なるほど。さっさっさみたいな感じってことですね、うん、そうですね、そうですね、だいぶ手もね、あったかくなりましたね、はい、そうですね、これやっぱり続けるとそういう左右差も軽減してきて、あ、うん、あの痛みもね楽になると思いますので、はい、うん、今はね結構ちょっとお久しぶりでいらしてますしね。そうなんですよね、うん、多分そういう知らないうちにいろんなこう、まあ、やっぱ使い方って偏っちゃうものなので、うん、うん、意識的にそういう、こう全体的な運動したりマッサージしたりがないと、うん、もう決まった格好決まった癖っていうカバン持ったりとかもそうですけど、うん、同じように やる、まあ、その買い物したりとかの持ったりみたいな、絶対片側でとか、うん、うん、なんか必ずこっち側からとかいろいろ、そう、癖ってあって、でそれで慣れてきちゃってると逆にやろうとしてもすごい難しかったりとか、うん、うん、嫌な感じがあってできないってなっちゃうので、知らないうちにね、どんどんそういう体に歪みができちゃったり、うん、うん、するんですね。はい、はい、じゃあ腕つぼこんな感じですね。はい、はい、じゃあちょっといただきます。叩きますね。一旦来てください。はい、これは一旦切りましょうね。はい、ありがとうございます。はい、今回の動画面白かったと思ったら、はい、ぜひまだの方はチャンネル登録していただいて、はい、グッドボタンをお願いいたします。お願いします。はい、またお会いしましょう。 See you。角度が違う、角度違いますね。